バニラスカイ。女の子はいつでもヒロインになれるな。ハピーです。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんばんは。鹿児島県より世界中に音時間発信しています、シンガーソングライターママのようこです。今夜のバニラスカイもですね、皆さんめちゃくちゃハッピーに一緒に過ごしていただけないでしょうか。お願いいたします。と言いますのも、ようこ絶賛営業中、制作中、その他もろもろ忙しくさせていただいておりまして、もうね、感謝がね半端ない。もう実はね、ちょっと携帯を4時間ほどお昼間触れないタイミングの時に、携帯をねその後に見たらね、5件ぐらいお仕事のねお問い合わせをいただいてまして、めちゃくちゃ嬉しくて、まあ、この仕事を本気までにしたいのでとか興奮して噛んでた、したいのでとか、あと陽子さんにね一度歌っていただけたらっていう前に司会をしていただけたら、私は司会、まあちょっとね今日はまあね、新しい世界への扉を一緒に開いていただきたいと思いますではでは、もうほんとね、あの感極まるの泣かないバージョン、もう嬉しすぎて感激しまくりの感極まり、陽子でございます。ぜひね皆さんにももっともっとハッピーな毎日が訪れますようにという思いを込めて1曲目お届けしたいと思います。ようこでキス&ハグ。どこを切り取っても隙がいっぱい、君との毎日を綴る僕のカレンダー。些細なことで喧嘩をするよりもニヤニヤしちゃうよ、このまま時間が止まればいいのに。君を思うたびに涙が溢れてくる、いつの間にか泣き虫な僕たちは強くなるように抱きしめ合うんだ。この広い空の下に愛を伝えたい君がいる、いつでも心は抱きしめ合っているから、ちっぽけな自分を奮い立たせる愛、言葉は明日を変えて必要な I love you。 ずっとずっとそばにいよう。争いごとや傷つけ合う世界で相変わらず幸せな君と僕のカレンダー。今日もお休みのキスをするときに一緒に祈ろう、みんなが幸せでありますように。愛し合うことでこんなにも力が生まれるなら、みんなの思い集めて届けるよ、次の世界へ今一つになろう。この広い星の中に愛を伝えたい君がいる、何があっても心は抱きしめ合っているから、いつかこの日々が思い出になる時も、愛言葉は僕の中で生き続ける、変わらない。
お聴きいただきました曲はヨーコでキス&ハグでした。この曲が私に伝えてくれる力があります。それは私が歌っている時、皆様の中に私の歌声が吸い込まれるような、届いているってこう目に見えるような感覚を覚えます。本当にね、感謝なんです。でね、私は歌っている時に私も誰かのことを大事に思っているけれども、でもね、本当に、あ、なんていうのかな、こうすれ違って聞いてくださってる方々が、あ、私のことを思って歌ってるんだね、ヨーコありがとう、とヨーコも頑張れよ、ね、本当言葉を交わさなくてもその笑顔でね、コミュニケーションが取れるっていうのがね、もう今すっごく幸せでね。で、私は本当言葉下手なので、話も下手くそだし、なのに今年はね、司会で呼んでいただけることが多くてありがたいんですけれども、とにかく私はもう歌ってなかったらしょうもない人間なんです。え、歌っててもしょうもない人間なんですけれどもね。だけど今日も昨日もそして明日以降も、こんな私を認めてくださる皆さんの温かい心に、この曲を通してこれからも感謝を、そして平和や幸せを願いたいと思います。いつもありがとうございます。でね、皆さんに今日は話したいこといっぱいあるんですけれども、私ね、この間司会で呼んでいただいた夏祭りでカラオケ大会を盛り上げてほしいということで歌わせていただきまして、92点を取って商品券5000円分いただきました。ちゃんとそれは、皆さんとの山分け作戦だったんですけれども、ほんだってどんだけ興奮してんの。初めてね、本当にビビりましたね。点数取らなかったらやばいなみたいな。だって司会してた人いきなり歌い出して歌手とか言ってたくせに点数悪いじゃんとか言われたらね、たまったもんじゃないよね。もう涙がちょちょ切れますだけどね、ほんとね、また今月ってもうごめんなさい、10月のつもりだった。10月以降もね、司会で呼んでいただいたりとかね、ありがたいので日々勉強だなーってね思ってます。私は歌詞をなんか日本語も変になってきちゃった。だってね、もうね、皆さんもうたまには弱音吐いていい？歌詞がね自分の深層心理を自分で見極めないと、多分ね、もう言いたいことがブレなくて歌詞が出てこないんですよね。でね、もっと意地悪な人間になってみたいってね思っても、意地悪な言葉も出てこないし、逆にね、もうなんていうの、いい女になってやろう、いい女になってやろうっていうのもまたちょっと浅はかな言葉遣いですけれども、上から目線でね、ちょっといい女になって藤子ちゃんみたいな感じで歌詞書いてやろうかなとか思っても、そんな好きでもないしね。もうどうしましょう、シンガーソングライターママまあこれはきっと、なんていうのかな、神様からね、音楽の神様からの試練だと思って、女性を磨けって言われてるのかなと思いましてね、はい、磨いて頑張りたいと思いますが、イッシーさんがね、せっかく素敵な曲を書いてくださっても、ヨーコ自身がね、引き出しが弱かったり、そもそも引き出しの取っ手自体がついてないものを引き出しとして持ってたらダメやなって思いますよね。ただね、もう歌詞を書くときっていうのは他の方が瞑想しているような感じなのでね、最近ね、心がね乱れてるとかじゃなくて、忙しくてこう精神統一してない時っていうのがね、歌詞が書けないっていうこととね、こう比例してるから、あ、今いけないな、落ち着こうとかいうバロメーターには変わってますね。まあ、仕事柄いろんなスイッチを切り替えていかないといけない生き方をしてるのでね、そういうところではね、ちょっとね、あ、ありがとう、歌詞を書く機会がね今与えられてる自分、本当この自分を感謝して、もっともっとちょっと精神統一してね頑張ろうっていう感じで向き合ってますけれども、
まあとにかくね、石井さんもねスイッチの切り替えが早いので、やっぱり先輩方はね、特に男の人はねスイッチパンパン切り替えてさ仕事できますもんね。今陽子は36歳にしてそこをねちょっと極めてるのよ。今回営業活動であったり、歌い手、歌の練習、そして司会、お母さん業、あとクリエイティブなこと、事務作業を言い出したらキリがないんだけどね、うん、ただ今ね人生楽しいなってつくづく思うので、多くの方に感謝している気持ちがもっともっと届けられるようなね楽曲が発信できたらなとも思います。ではそんな陽子が、この曲は自分の中でも大好きなんですけれども、6分のね対局、なかなかライブで歌えませんがリクエストいただくことも増えました。皆さんイチャイチャしたいんですね。うん、ではこの曲、私とイチャイチャしましょう。ヨーコでミントチョコレート。最後の恋の始まりは映画の中のワンシーン、君のことだけ包んだメロディーたちが響いてたよ。いつもと同じ冬の道、ねえどうしたんだろう。もう誰かに恋するなんてないと思ってたのに、今I'm not afraid to die.
合って分かち合おうよ。最後の恋の始まりはいつの間にか始まっていたんだ。君のことだけ他に何もいらない。まるで最初の恋の始まりさ。甘くてクールないたずらな笑顔こっちを向いて、意味ありげな笑み僕に投げかけるんだ。きっと一生ヨーコでミントチョコレートでした。この対局なかなか一曲まるまる流すことっていうのはないんですけれども、このね最後の恋っていうのは私自身が探し求めていたワードなのでね、本当この曲を聴くといつも自分自身がハッとします。皆さんももっともっと素敵な恋されてくださいね。最近思うのがですね、お母さんってさ、やっぱりこうずるかったりするんですね。ずるいっていうのも悪い意味だけじゃないんですけれども、まあ子供に愛されるとかさ、いろんな意味でね尊敬されやすいとかね。でもさ、お父さんたちってさ、私も父のことをすごく尊敬してますけど、なんていうのかな、こう不器用ながらな愛情表現があったりとか、意外と可愛いですよねお父さんっていう立場、生き物みたいな。まあそんな言い方したらね、あの冗談でも失礼かもですけれども、お父さんとお母さんは違っていいんだけど、でもさ逆に子供たちにとってもそうなんだけどね、親だったり大人がね、相手の立場とか何かをこう利用するっていうのは家族でも良くないよなっていうのをすごく感じるんですよね。私が何を言いたいのかっていうのは、別に自分の家族のことを言いたいとかそういうことじゃなくてね、あの歌詞を書くことにね特化して今日話をするつもりはなかったんですけれども、本当ね一つの言葉を表現する時にこの言葉で合ってるのかなっていう、その一つの言葉に対して含まれているいろんなスパイスを考えるんですね。そうした時に私はお母さんだからこの言葉を使いたいけど、もしかしたら他の、ね、人からするとこれはお母さんにはいい言葉かもしれないけど、他の人からするとちょっとなっていうこともあるかなとかね、わかりやすく言うとね。それであったり女性にはいいけど男性には受け付けない言葉じゃないかなとか、あと戦争とか人のそのちゃんと過ちを繰り返さないだからこそね、私たちはこういうポリシーを持って発言していかないといけないっていう歴史上のことに関してはちょっとね、ふさわしくない表現かなとかさ、すごくね、歌詞を書くときには一言一言を検索します。辞書を引きますね。で、私のポリシーと合ってないからこの言葉は使えない、逆にこの言葉はすごく魅力的だなって、すごく魅力的だからこそじゃあヨーコのフィルターを通したらってなる時にね、ふとねお父さんねなんか損してないみたいなねことをねちょっとね思ったことがありましてね。で、目の前の人にさこう感謝してることを伝えるのってすごく難しいし、ましてや相手を笑顔にすることって実はめちゃくちゃ難しいことだなって思いませんか？子供たち、赤ちゃんがさよく泣くでしょ？それはね仕事だもんって、そうだねって思う。ただその赤ちゃんさえもどうにかしたらすぐ笑顔になってくれるんですよ。私はね、あ、こうやってやってこうなってるから笑顔にしようって思ってね、魔法の言葉を2人目にはかけれるけど、1人目のシノには高校1年生の子にはかけれなかったんです。だから15年経って私が身につけた技、
目の前の人を笑顔にしようっていう技、それが歌っていて最近発揮されてるみたいでね。陽子さんいつも最近 MC で笑顔ありがとうって言うけどね、素敵な言葉だねとか言ってもらえると、ああよかった、気づいてくださって本当に私が歌ってて笑顔になってくださる皆さんに感謝をしてるのよっていうのをね、こう伝えたくなったりしてね、その言葉を、選んでるんですけれども、私はとにかく目の前のことが本当当たり前じゃないっていうのを、痛感する毎日ね。だからこそ私はね、自分の立場を利用したらいけないし、そして相手がこんな時期だしこういう人だからしょうがないじゃん、相手に合わせて相手の伸びしろをさ無視するようなこともしたくない。むしろ1対1対1対1ってこうみんなが個々だと自分の感情だけであったり社会や地球上の何かにねこう引っ張られるような感情であっても、私がいれば掛け算になってなんかみんな笑顔になっちゃった、ハッピーになっちゃった、それでいいよねみたいな、そんなね人間になりたいなって思います。ではそんな陽子が、今夜最後の曲、甘いラブソングをお届けします。陽子でスイーティー。愛してるずっとずっと I will love you forever ever。 こんなに愛せるって知らなかったの、いつもそばにあなたがいて、どんな時も包んでくれる、その声も腕の中も全部あたしだけのもの、苦しい「あなたのリズムに負けそうで」「何もいらないからね」「早く来て」バニラスカイは皆さんのメッセージやリクエストを大募集しています。宛先は797@fmgino1.com 797@fmgino1.com バニラスカイ宛てにお願いいたします。ヨコもね、いろんな感情がありますのでね、うまく表現できない時もあるんですけれども、とにかくね、もう当たり前なんてない、ちゃんと責任持ってね、大事に今自分がこの形である時にね、大事な人を守れるように強く高ましく生きていきたいなってね、つくづく今週は思いました。私はね、これからも皆さんの幸せを一方的に願いまくってね、歌い続けていきたいなと思っております。この後はひふみさんよろしくです。そして皆さん素敵な1週間を、せーの、バイバイハッピー。